皆さんこんばんは。こちらチャンネル桜北海道です。本日のキャスターを務めます大泉太志と申します。よろしくお願いいたします。本日のキャスターを務めます久瀬のり子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。のんちゃん今日デビュー、はい、はい。久瀬のり子さんですけど、まあ、通称のんちゃんと呼んでますので、はい、私は太志さんと呼んでおります。はい、すみません。まず私ちょっと鼻風邪をひいてしまいましてですね、大変聞き苦しいお声でご迷惑おかけしますが、どうぞお許しいただければと思います。我慢します。はい、まあのんちゃんとはですね、ミニバレーですね、北海道大樹町で生まれたミニバレーという競技で、うん、知り合ってですね、ね、旦那は私と同い年でですね、はい、ちょうど同じ頃に始めてこれからのし上がろうぜみたいなね、そういう時にね、そうだね、うん、一緒に試合も出たもんね。一緒に試合出ましたね、うんうん、楽しかったです。そうですね、うん、結果はどうだったかな、うん、あんまり良くなかった気がするなまあそんなので知り合ったんですけども、はい、まあ比較的ね、こう見えますけど中身男ですからね。あ、そうなんです。はい、はい、男子ですけど、まあ軽くね、ちょっと自己紹介、はい、お願いします。あ、女です。久瀬のり子と申します。はい、仕事の話とかってしていいんですか。はい、2年前にちょっと縁があって派遣会社を経営しております。終わり。うん、いやいや、なんかもうちょっとなんかさ、ほら、うん、どんな派遣会社ですとかさ。あ、どんな派遣会社、これから日本を、世界をね、もうダメな感じだね。うん、そうだね、うん、うん、ちょっとカットしてください。本当にやってんの。やってる。あ、やってる。もう2年経ってね、おかげさまで、うん、順調に順調にね、はい、伸びて、業績も伸びておりまして、本当にね、思いとしては日本一になっていくぞという思いで戦って おりますので、皆さんよろしくお願いいたします。いや本当ね、頑張ったよね。頑張ってる。頑張って。でも皆さんにはね、本当にこんなだから心配はされるんですよ。うん、いや、それはそうだと思う。そのキャラがいいのか、みんながやっぱり助けてくれるんですよね。うん、いや、多分専務が優秀なんだと思うな。そっちかな、うんうん。そういう噂もありますけれども。そうね、目安もね。はい。うん、またいい男ですからね。はい。うん、いや本当に北海道出身じゃない。うん、ね。はい、土産子ではありません。どこだったっけ。ダサイ玉です。いいのかい、そんなこと言って。いや、かい、埼玉ほら最近ディスられてるね、ああいう映画もね。映画やっちゃったからね。うん、だから、うん、まあでもそれは誇りに思ってるので、うん、埼玉県民だったっていうね。そうですね。今はすっかりと土産子に、うん、なっているつもりではあります。はい、はい、料理の得意な久瀬のり子さん、通称のんちゃんですので。料理はね、得意じゃないんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ始めてまいりましょう。はい、はい、それでは本日のメニューを紹介いたします。今日の北海道、最近起きた興味深いニュースをご紹介し分析していくコーナーです。今日の特集、北海道のソウルフード残儀について、北海道残儀連盟金井事務局長に熱く語っていただきます。以上の2本立てでお送りいたします。チャンネル桜北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共に歩んでまいりたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。チャンネル桜北海道を支えてくださる方を募集しております。チャンネル桜北海道は大企業や組合、宗教団体などからは一切支援を受けておりません。北海道民、国民一人一人に支えられて、日本の国益を根底にした番組を制作しています。他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。具体的なご支援方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げています。賛同者の方は広告主として毎月一口1万円の会費を頂戴いたします。何口でも可能です。毎日月曜から金曜まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組で放送いたします。毎月20回が放送されます。広告はご不要という方も大歓迎です。また単発のご寄付も受けたまわっております。振込先はこちらです。ホームページにもご支援方法を載せておりますので、ぜひご覧ください。はい、それからですね、告知が一つあります。キャスターが皆様と語るチャンネル桜北海道定例企画のお知らせということでですね、第2回キャスターと語る会と題しまして、これは7月28日、今週の日曜日です、今度の日曜日ですね、18時15分から、
これは札幌市白石区区民センターですね。これ札幌市白石区南郷通り1丁目南8、これは地下鉄白石駅6番出口を出てすぐ、まあ、直結の建物ですね。ここの5階視聴覚室で行われます。会費は500円、会場費としていただきます。講師としてですね、水島悟社長ですね、はい、沢田栄一さん、それから小野寺勝さん、川田忠久さん、それから、本間奈々さんと、恒例のですね、キャスターの方たちが講師となって、第2回キャスターと語る会ということでですね、札幌区民センター、札幌白石区民センター5階視聴覚室で7月の28日18時15分から開催されますので、ぜひ皆さん、キャスターの皆さんと、近くでお話が聞ける会ですので、ぜひご参加いただければと思います。はい、それでは早速、はい、始めましょう。はい、まず最初に今日の北海道です。はい、今日の北海道ですね、まずまた私の身内ネタでちょっと申し訳ないんですけども、またですか。またなんですよ。またですか。よくやるんですよ。まあ、今回はあ、そうですか。今回はですね、うちの子供というよりはですね、子供が通ってる学校、実はですね、今回甲子園をかけて、南北海道大会、野球ですね、これの予選、北海道の予選が、行われてたんですけども、先週末ですね、行われてたんですけども、うちの娘は今国際情報高校という、北海道の新川にある高校ですね、はい、ここがですね、なんと決勝進出したというですね、あと一歩で甲子園だったというですね。見た。見ました。これがですね、延長戦でね、本当にいい試合でした。うちの嫁さんはですね、野球なんかほとんど興味ない、方なんですけども、これがですね、準々決勝で、北海高校ってところを破ったんです。そうだったんです。そうなんです。北海道といえば北海ですからね。そうだね。強豪校といえば、まあ、小松とかね、東海、それから、まあ、今回決勝だった北勝もそうですしね、それから、今回の北海高校って伝統あるね、北海高校を破っての、もう追いつけ追い越せ、また追いつかれみたいな感じで9回追いつかれて、それで、延長10回にですね、劇的な勝利をしたというですね。で、次準決勝が北海戦だったんですよ。これ後ろの画像なんか多分ね、これ北海戦で、ちょっと雨もね、ちょっとぱらつくような景色、天気だったんですけども、東海ですね、確か準優勝ぐらいまで最近ね、甲子園だったかな、なんかで、東海も行ってましたけども、そこ相手にですね、3対1で、勝ったんですね。これがまた、まあ、いい試合だったんですね。うちはちなみにここの東海に負けました。息子が1回戦でですけどね。あれどこだったっけ。とわの森。あ、いいんでしょうか、言っちゃって。いやいや、いいんじゃないですか、はい、いや、これからですからね、はい、実はこの国際情報で、私も準決勝から全公演だって言って娘も行くっていうので、まあ、嫁さんと2人でちょっと応援に行ってきましたけども、応援がまたすごいんですよ。国際情報って、ブラスバンドというか吹奏楽の、でも、まあ、なかなか有名らしくてですね、まあ、選手ごとに全部曲が決まってて、パフォーマンスも全部決まってて、全校生徒が一斉にそれをやるんですけども、この応援がね、またちょっと、特徴あったんですけども、決勝もですね、本当に晴天の中、行われましたけども、最初3点を先行されてですね、1回にですね、まあ、立ち上がり攻められて3点、で4回ぐらいまでヒットが出なくてですね、これはちょっとやられちゃうのかなと思って、7回に確か1点返して、で1対3でですね、9回、これがですね、9回に点取って、ね、思い出すだけでこうなかなかね。そうなんですよ。もう私、もともとずっとバレー畑で、うちの子供たちもみんなバレーだったので、高校野球を丸山球場に見に行くっていう習慣がなかったので、今回初めて行きましたけども、まあ感動ですね。いやー、もう応援も素晴らしかったですけどね。一瞬よね。本当に野球はもう男のね。そうなんですよ。で、これね、あ、これいけるなって、流れはもう完全にね、国際情報だったんですけども、いやー、本当最後にね、打ち取った当たりだったんですけどもね、セカンドの選手がこう弾いたのがちょっと見失ってしまって、その間に決勝点取られてしまったっていうですね、本当に紙一重の差だったんです。で、このセカンドの子もですね、
もう横っ飛びでものすごいライナーをね、その前にバーンと取っててですね、ファインプレー2回ぐらいやってる選手でね、本当にその、あの彼のおかげで、ね、ピンチをこうしのいでたんですけどもね、本当に、まあ、最後に1点取られてしまって、まあ、公立高校でね、すごいですよ、甲子園というのはちょっとなりませんでしたけどね、札幌南高校以来何十年ぶり、二十何年ぶりだか何だかって書いてます、言われてましたもん ね、期待はしてたんですけどね、いやこれまたね、そうなったらすごいことになるなと思ったんですけども、でもあのバッテリーピッチャーとキャッチャーとか2年生の選手も、結構いらっしゃったみたいなので、これからまたね、あのチャンスはあるんじゃないのかなって思いますけども、まずその国際情報高校、一応進学校なので、ここがあの決勝まで行ったという、はい、これをですね、ぜひみんなの希望になりましたね、ね、と思って、まずこれをですね、身内ネタでしたけども、まず今日の北海道一つ目ですね、はい、で2つ目はですね、これ樽の香りほのかにということですね、記事がありました、これ実はですね、知床半島の付け根、これ北海道清里町ですね、清里町でですね、これ一風変わった焼酎があるっていう記事だったので、これ実はですね、でんぷん質を多く含んだじゃがいも粉吹雪という品種ですね、これシャリだけの湧水で作り上げるじゃがいも焼酎だそうなんですね。これ名前がですね、じゃがいも焼酎北海道清里樽っていうものですね。これですね、実はですね、樽で仕込んでるんですよ。焼酎はあまり飲まない、まあお酒飲まないですからね、はい、全然ね、これね、実は結構前からあるんですよ。でこの北見市でじゃがいもから、これ戦時中にですね、じゃがいもからアルコールを作ってたっていうのを聞いて、じゃあお酒作ることができるんじゃないかっていうことで作ったものだそうですね。これ面白いのはですね、これ1986年に清里町に醸造所を建設したということです。で自治体による直接生産というのは非常に珍しい時代だったそうでですね、それをやっぱりこう今焼酎がメインの酒蔵は北海道では珍しく、町の特産品作りに貢献できてやりがいがあるということでですね、売上を落ち始めていた5年前に、設立40周年記念を機にですね、デザインを変えてこれが当たったんですって。なかなかやっぱ北海道で焼酎の醸造所っていうのは珍しいんじゃないですかね、はい、今これ売り上げが2倍まで持ち直して、15年にはグッドデザイン賞を獲得したってことですね。19年の頃道が認定する北のハイグレード食品 S っていうのに認定されたってことですね、こういうであれですよ、まあ、食べないですけどね、焼酎流のトリュフだとかボンボンだとかこう焼酎をかけたねソフトクリームだとか派生商品が相次いで投入されてるってことで、これ清里町ですからね、本当これ端っこですから、うん、北海道のあのね、知床の本当に付け根のあたりにある町なので、そこであるじゃがいも焼酎というのがですね、これ樽仕込みだそうなので、これ多く樫の木のですね、樽で1年以上熟成させた焼酎だそうですので、ぜひ興味のある方はお飲みになってみるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、それからですね、弟子屈町の川湯ですね、これ川湯温泉って聞いたことあると思うんですが、ここが結構まあ、なんか観光客が減ってですね、大変だったということ でかつて解散した温泉組合を再結成したということで、今新しくその再結成した組合で、また復興を今目指しているということでですね、これ川湯ホテルプラザ自社で4月に浴槽、これ浴場をね約45年ぶりに大規模改修したということ ですね、露天風呂も新設したとかですね、これ川湯温泉って行ったことあります？ないですね。これこの辺ですよ、これしかも遠い、ちょっとした、いや遠いですよ、でもここね、摩周湖から流れるその地下水が活火山のこれ硫黄山で熱せられて湧き出る温泉というのがこれ源なんですよね。これね、1904年ですって、温泉が始まったのは。でもね、これね、酸性性の強い強酸性の泉質は床やこの壁面のね、パネルだとか浴場施設の劣化を早めるってことで、結構だから維持費がかかる地域なんですね、でやっぱり知名度が低いっていうのがこれ致命的だって書いてますけども、観光客がずっと減っていて、これをなんとか上げたいということで、今そうやってまた温泉協会をちょっとこう組合ですか、組合を再結成して、あとですね、これ日産と組んでですね、超小型 EV 電気自動車ですね、これを借りれるサービスを始めたとかですね、いろいろとこの弟子屈の川湯温泉というところでは、本当に組合を再結成して課題を共有して、温泉を復興しようということを今やってるというですね、
ぜひ北海道はね、いい温泉たくさんありますからね。そうなんですよ。でここやっぱりその先ほどあったように摩周湖とか近くにやっぱ観光名所がたくさんあるんで、あとはそのいかに PR していくかというところが課題だっていう記事だったので、これをちょっと取り上げてみました。で最後にですね、これ外食大手のチムニーっていう会社ですね、ここが北海道増毛町産のですね海産物が売り物の新業態、北海道増毛漁港遠藤水産っていうのを東京で初出店するって言うんですね。マシケって言ったことあります？マシケは通り過ぎたことありますね。ああ、あの増毛と書いてね、増毛と書いてマシケって言うんですけども。なるほど、はい、うん、見なくていいからね、はい、ここはですね、新宿西口パレットっていうところにですね、遠藤水産っていうのを出すんですけども、これすごいのはですね、マシケ町からですね海産物だとか、これ新種のつもらから野菜、あとスッツだとかですね、あの帯田町だとか骨の海産物なんかを生産者から直接調達するんですね。へー、新鮮なものを直接調達して、やっぱりどうしてもその東京に持っていくと鮮度が落ちてしまったり、で、ね、北海道食べるのとそれから向こうで食べるのと違うってよく言われますけども、直接ねマシケから送ったりですね、あとマシケ町にはの国まれっていうお酒、国まれ酒造ってあるんですけどね、こことも協力してその国まれのお酒も提供するということで、マシケ町のいろんな海産物だとか北海道の食材が遠藤水産っていうあの東京に初進出したっていうところでしたので、ぜひね東京の方もこの遠藤水産、これはですね新宿西口パレット店ってことですので、足を運んでいただければなと、北海道の名物が食べることができますので、はい、遠藤水産のご紹介でした、はい、以上今日の北海道でした。続きましては今日の特集です。今日の特集です。はい、今日はですね一般社団法人北海道残疑連盟、はい、金井秀樹事務長、事務局長です、はい、にお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。残疑ってわかる？残疑、うん、唐揚げだよね。唐揚げじゃないけども残疑あの北海道のソウルフードなんですね。はい、そうです、はい、そうです。残疑連盟、私もちょっと初めて聞いたので、はい、今回あのちょっとゲストでお越しいただきたんですけど、はい、今日残疑についてですね熱く語っていただこうと思いますので、はい、よろしくお願いします。残疑って釧路初？釧路初がやはり有名なんですけども、はい、それはあの現存する店が、昭和30年代の後半に、鶏の唐揚げを中国語でザーチーザーギーっていうんですけども、うん、それにご商売ですから験担ぎに真ん中に運を入れて残疑と名乗った店が未だにまだ営業されてますので。あ、今もあるんですか？あります。でさらに釧路は、釧路スタイルがあって、そこの店でもそうだったんですけども、揚げた残儀にウスターソースをかけて食べさせると。それ今もそうなんですか？今もそうです。釧路残儀推進協議会という団体がありましてそこでの釧路残儀の定義付けは今お話した通りです。要するに揚げた残儀にソースをかけて食べるというのが釧路式ですね。はあ、それがありますので、もっぱら言われるのは釧路なんですが、実は、札幌説だとか函館説だとか帯広説だとか諸説ありますので。諸説あるんですか？あります。残疑、残念なことでまだまだそこの歴史を紐解けてはいないんですが、我々としてもそこら辺を調べていきたいなと思いますので、まあ釧路が違うという話ではなくて諸説いろいろあって面白いんじゃないかと思ってますね。ということは北海道中に残疑伝説ってのがあるってことですか？あると思います、はい、あの非常に広く
残儀は親しまれている料理ですから、やっぱその町町土地土地でいろいろ話もありますので、そこら辺はなんか我々としても調べれれば面白いかなと思ってますね。なんか私残儀といえば、はい、石炭残儀、はい、そうですあります、あれ三笠ですね、三笠町で、はい、真っ黒いんですよ、真っ黒い石炭みたいなね、はい、残儀なんですよね。そうです、そうです。歯が黒くなっちゃったりとかはしないですか？それは大丈夫です、ね、でもなかなかパッと見のあれですよね、インパクトすごいですよね。すごいですよ ね、 すすね、結構大きいんですよね。大きいです、大きいです、食べ応えもあります。食べ応えがあるの、はい、美味しいですよね。やっぱあれ炭鉱で、あれ炭鉱と絡めてるわけですよね。あ、今そうです、石炭、まさにそうです、石炭と残儀、はい、はい、今その炭鉱の話で出ました。実はその北海道でも広くと言いながらも、実は局地的に残儀よりも唐揚げと言われてる土地もあるんですよ。例えば道南だとか、十勝管内というのは意外とまだまだ残儀と言われてるのが少ないように思われます。で、じゃあどこに残儀が多いかというと、先ほど言った、まあ、発祥の地と言われる釧路、それと、まあ、札幌もそうですけど、あとは十二号沿線の空知管内の、沿線の市町村ではかなりしっかりとして、まあ、ほぼほぼ残儀と言われてるんですよね。それもなんでかなと思ってると、今それこそ炭鉱と同じでました三段地域に、はい、実は残儀がかなりしっかり土着的に根付いてるっていうか、裏付けがありそうなので、もしかするとこれは仮説です、ここから仮説なんですが、炭鉱マンが好んだ食べ物料理が残儀だろうと。よく美唄焼き鳥が塩加減がかなりしょっぱいじゃないですか、それってやっぱりこう重労働、やっぱりこう肉体労働される中で、塩分を求められたと。やっぱり残儀といえば皆さん濃い口の醤油味をイメージされますから、まあ、それが三旦地域の炭鉱マンに好まれた大衆食 で炭鉱マンの方って結構渡り鳥でいろいろ炭鉱地を回って歩かれましたから、それがこう回り回ってそういった炭鉱地三旦地域に根付いたんじゃないかというのが一つ仮説であります。へ、そういうところもちょっと歴史を紐解くと、先ほど言ったように諸説いろいろと説があるというのはそういうところですね。それ金井さんの仮説なんですか？そうです、今までこの残念な活動をしている中で話を聞く中で、あ、なんか符合するものありますよねって話になった時に、あ、そう言われてるのは炭鉱地三旦地域ですねって話になったので、それがまだ残念なことに裏付けをできるような、まだ歴史も紐解けてませんし、それをちゃんと雄弁に語れる先生方もいらっしゃらないので、それはこれからの課題ですね。なるほど、はい、まあ、素朴な疑問なんですけども、はい、唐揚げと残儀の違いっていうのは何かあるんですか？はい、今話した通り、いろいろとそのレシピでやると、まあ、私も札幌生まれ札幌育ちなので、やっぱ濃い口の醤油味、家庭で作られた母の味というところなんですが、はい、皆さんご存じ通り今は醤油に足らずですね、塩だとかいろんな味目があります。で、ですので、じゃあ唐揚げと残儀は昔はですね、僕私言われたのはしっかり下味をつけると、はい、肉にちゃんとしっかり下味をつけたものが残儀。で、唐揚げ粉のようにですね、粉に味がついてまして、まあ、その場ですぐ肉にまぶしてあげるものが唐揚げだと言われてたんですが、でもそれはもう全然線引きがなくてですね、じゃあ定義をどうしようかということで、実は我々も法人化する前に、10店舗ほどのオーナーの方とお話をして、我々としてその定義をつけるべきかどうかって話をしたんですけれども、まあ、きれいに二分しました。決めてくれという意見もありましたし、いやそれはやっぱり、でやっぱりそれも見ても各店舗さんも味が違うので、レシピでこう線引きをするのは難しいということになりまして、実は東京にも一般社団法人日本唐揚げ協会という協会がありましてそちらとはもう10年来我々も面白すぎますね、お付き合いさせていただいて、そこと、協議をして、共通見解を問おうという形になりまして、最終的には北海道のご当地の、地域名称として唐揚げは残儀であると、うん、要するに方言であるという形に定義をさせていただきました、うん、別物ではなくて同じものということなんです、ね、はい、でも今お話した通りその別物の別名称が地域名称としてあるというところが価値があると思ってます、うんうん、先ほど言った歴史であったり、全国あまた唐揚げを食べられてますけれども、うん、実は地域名称があるところ北海道と私が知る限りは四国愛媛県の新居浜市今治市というかなり局地的な場所です、うん、これだけ広範囲でしっかりとしたローカル名称が根付いてるっていう地域はですね、北海道以外ないので、やっぱそこに価値があると思ってます。ですから定義としては、今お話したような地域名称ということになるんですが、地域名称が出たというそのストーリーを、先ほど言った歴史であったりだとか、その道民性なのか、そういった土産工の先進性なのか、そういうところを紐解いてしっかりとした定義付けをこれから作っていきたいと思います。
はあ、まさか残儀でそんな深い話が、そんな話が来るとは。ありがとうございます。しかも唐揚げ連盟っていうのがあるんですね。あります、唐揚げ。そう、あるんですよ。ですからあちらはもう10年やってらっしゃいますから。残儀連盟は何年なんですか？発足は2010年なんですけども、法人化はもう今年なので、はい、東京はもう実はもう10年前に法人化してますから、もうかなりしっかりとした組織体系でいろいろ展開されてますの で、どのような活動をされていらっしゃるんですか？唐揚げ協会さんはやはりあの一番分かりやすいところはローソンの唐揚げくんあるじゃないですか、はい、あれのいろんなその限定の味ってありますね。あの時に、有名の唐揚げ店舗の監修っていう商品がちょいちょい出てると思うんですよ、はい、限定で、うん、あれの監修やられたりしてますね。はい、なるほど。したらやっぱりセコマートのなんか、そうそうです。ですからそういうことありなんですよ。セコマートね、はい、ですから今回もセコマートさんのそういう話いただいてる、いただいてるんですか？してます。ですから我々としても何かそういう価値を作るのが一つだと思いますし、実際過去には日本唐揚げ協会さんの、仲介で実はローソンの唐揚げくんの北海道残儀味出てるんですよ。出てますよね。食べたことありますよ。それあの実は我々監修させていただいてます。はら、はい、いただいてます、はい。まあ、そういう形でいろいろとあの面白い展開されてるあの団体なので、我々としてはやっぱり法人格としては先輩ですから、まあ、何かといろいろとノウハウをいただいている状態であります。じゃあ仲はいいんですね。もう全然仲はいいです。あの決してクシュルと仲が悪いわけではないんですが、非常にあの有効な関係で、はい、実は、来月8月末もですね、日本唐揚げ協会と共催で、これ先ほどお話ししなかったんですが、丸山動物園でイベントやります。お、やります。まだ言っちゃダメなんですけど、言っちゃいますけども、言っていいんですか？いいんですか？もうほぼほぼ大丈夫です。唐揚げ協会と共催で、残儀対唐揚げ祭りという形で、面白い、対決するんですか？面白い。今回あの地元の残儀店舗はそうなんですけども、唐揚げ協会さんが呼んでくる2店舗は札幌初進出です。あの初めてです。おすごいです。あの大分の鳥新さんというところとは、愛知にあるゴチさんというところは、その唐揚げ協会でやってらっしゃいます、唐揚げグランプリっていうのがありまして、そこであの最高金賞をもらえてるんですから、これは私両方とも食べてるんですけども、これ美味しいです。どうでしたか？いや美味しいです。美味しいです。美味しいんですよ。あまたある大分の唐揚げ店舗の中でも鳥新美味しいなと思ったのが来るんで、個人的にもすごい楽しみで、はあ、そこの対決をするわけですね。そうします。はい、いやぜひ買っていただきたいですね。残念ですね。でも先ほど言ったようにこれも良くてあれもいいという話もさせていただいたので、まあ、いい意味でライバル同士でありながら、はい、お互い認め合う話を取れればいいなと思ってますね。いやなんかあの、はい、前にね、あのこの番組にはあのスープカレーの、はい、サマーの社長が出てくれたんですけど、はい、彼もスープカレーをソウルフードって言ってね、うんうんうん、北海道のソウルフード、はい、ソウルフードって、で日本の食文化を変えたいってなんて言ってたんですよ。だから残儀もね、はい、スーパーレーンはずっと後発じゃないですか。はい、そうですね。残儀の方が遥か昔からあったんですよね。はい、歴史はそうですね、はい、なんかねちょっと残儀頑張ってほしいですよね。そうですね。ですから、まあ、そうは言いながらも身近なところで、うん、残念なことにその残儀をこう全面的に、まあ、旗を振って何かこう活動しようってなかったんですよね。ですから我々がこういう形で、まあ、法人化したところもありますので、ぜひその、我々の一番の目標地であるところは、分かりやすいところであると北海道遺産に、北海道遺産、はい、北海道遺産ですか？北海道遺産に残儀を登録させようと。現状も今食べ物としてはジンギスカン、ラーメン、鮭と食べ物をちゃんと認定受けてるんですよ。ですから、まあ、一つ価値を先ほどのスープカレーと同じように客観的な第三者的な価値が必要だと思ってますから、うん、そうなると我々も当然運動体として旗を振って一生懸命汗をかきますけれども、客観的なそういう組織、仕組みの中で残金が評価されるということはかなり大きな波が来るんじゃないかと期待をしています。なんかね、はい、その唐揚げとまたね、はい、こう組んでやるっていうのがまたいいですよね。そうですね。ですからもう面白いですよね。もう自由に楽しくやるものだと思ってますので、うん、そこら辺はやっぱ残儀の良さじゃないかと思いますよね。あのインバウンドの、インバウンドの方たちっていうのはどうなんですか、はい、残儀っていう位置づけは。これは本当に、まあ、アジア圏に限らずですね、私も調べる限り鶏肉はいろいろとその宗教観の中でも食べられないってこともないですし、まあ、部分的にちょっと違うんですが、やっぱり揚げる調理行為っていうのはどこでもやっぱり見受けられますので、その抵抗なく、特にあの中華圏の方はお話聞くと、お弁ごとにやっぱり鶏肉を食べると、おせちと同じように食べる。だから旧正月はそういうの、鶏肉を食べるので、唐揚げ食べる、残儀を食べるっていうことはどうやらリンクするらしいですよね。ですから、
国内にとどまらず、やはり海外でのマーケットも十分鶏肉という料理としては、伸びしろがあると思ってます、うん、夢が広がりますよ ね、 ね、だから唐揚げ協会さんも、うん、寿司天ぷらと同じように唐揚げをもう世界共通にしようって話ですから、ね、ザンギもですね、思いのほかやっぱりインバウンドの方、外国人の方に言うと発音的に問題ないらしいので、唐揚げと同じようにザンギもそのまま、海外に飛び立てばいいなと思ってますね。いや、唐揚げ対決じゃないですけど、ザンギ対決してほしいですね、ぜひね。あの、この前ね、はい、ザンギ甲子園ってあるじゃないですか。あ、ありました、ありました、小樽の、はい、小樽のね、あの高野さんのところで、はいはい、あれも、全くあれは関係ないんですか。いや、横のつながりとしてのお話もありまして、協力してもまあ、あそこも、まあ、小樽の活性化と、やっぱ小樽もですね、残業提供する店舗多いんですよ。多いんですか。ナルト、あ、ナルトね、はい、ありますけども、有名ですもんね、はい、でもそれ以外でも本当いろんな、先ほど言ったように、うん、飲食店の幅が広くて、お寿司屋さんでも結構出してますし、はい、ですからそういうところで、安定で払われてる部分としてはああいう仕掛けは面白いですね、うんうん、我々としてもそれは今後側面的に協力したいって話はしてます。ああいうところはね、また連携してやるとね、はい、そうですね、やっぱり地域のそういう連携が必要なので、うん、我々だけではなかなか、まあ、先ほど言ったような方向性も成し遂げるの難しいと思ってますんで、やっぱりその談義で一緒にこう楽しく活動できる先と一緒にスクラム組みたいなというのはありますね。はい、まあ、ちょっとなんて言うんですかね、はい、基本的なことに立ち返るというかね、はいはい、なんで談義だったんですか。あ、私がですね、私が、金井さんが、ですね、実は私、家業は印刷会社で10年前に倒産したんですよ。倒産したんです。で、80、90年弱やってたんですよ、その会社が。はい、じゃあもうおじいちゃんとか、おじいちゃんぐらいの、はい、そう、祖父がやってます。そうですね。で、父が最後3代目で終わったんですけども、うん、で、私もそう終わった後に、まあ、倒産した後に何ができるのかなと思ったら、やっぱ北海道から離れるつもりはなかったと、ね、で食べ物は商売しなくならないだろうと、食べ物特化するんだったら何か他が誰もやってないことやった方が商売としてもいたずらの変なその価格競争がないだろう、うん、それで偶然ザンギって話をいただいて、私もなんか好きだったんですけど、最初は半信半疑で、ザンギで何できるんだろうと思ってたんですよね。でもこういう団体を立ち上がって参画して、で特化すればするいろんな話が、うん、増えてまいりまして、先ほど言ったそのローソンの唐揚げくんもありましたけども、実は小池屋のポテトチップス、はいはい、で小池屋さんって富良野に工場持ってまして、ありますよね、はい、道産のジャガイモ使って、ジャガイモ使って、で北海道ザンギ味も監修させていただいたんですよ。でもそれってこちらからのアプローチじゃなくて、やっぱりあちらから来たんですよね、お話ですね。だからやっぱ活動が広がれば広がるほど面白がってくれる対象者とかがいっぱい出てくるっていうのは、それ企業個人関係なくですね、増えてきたので、あ、これはで、じゃあもっとさらに突き詰めた活動をしようと思って、法人化したっていうのはありますけども、任意団体ですとどうしても限界があって、やっぱ信用度だとか本気度はあんまりこう評価されないところがありましたから、そこら辺はすごく今課題であります。まあ、質問最初に戻りますと、誰もやってなかったので意外と日知的にいけんじゃないかと思った。まあ、確かに、はい、もう単純な発想です。特にその残儀が私好きでしたけども、そんな残儀愛が強いとか別に残儀でどうしようなんて思ってなかったですけども、やってみてだんだんこうハマってる感じですね、私が。そう、あ、ザンギ面白いなと思ってきていや、相当マニアックな、そうです ね、でもなんですかね、楽しいですよね、すごくやってて最高ですね。はい、もうなんかこれで飯食えるのは本当最高かもしれないですね。うん、いや、なんか 今お話聞いてて、北海道の、はい、例えばメロンとか、はい、ね、はい、海産物とか、うん、こういう有名な食品ってあるじゃないですか、はい、これをそのまま提供するっていうのは、はい、まあ、これはもちろん一番の醍醐味なんですけども、うん、ここに派生する例えば加工食品だったり、うん、それに関わるイベントだったり、うん、こういうところってまた魅力的じゃないですか。そうですね、はい、例えば私前に堀ってあるじゃないですか、堀、はいはい、夕張メロンピアゼリーのね、はい、あそこの工場なんかちょっと勉強しに行ったことあるんですけど、まあすごい会社だったんですよ。もう人数伝えてたら人数分のスリッパダーって並んでるし、
うん、中はものすごい綺麗な社屋だし、うん、でも迎える患者 もう素晴らしいお出迎えいただいて、うん、帰りたくさんお土産までいただいてですね、うん、であれも一つ加工食品じゃないですか。メロンそのものじゃないけど、はい、加工食品で提供する、うん、でこの残儀の話はちょっと違いますけど、やっぱりこの残儀を通じて何かを提供しようとされてるわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、だと思います。究極なところは団体としては残儀連盟ですけども、残儀は一つの手法でしかないかと思ってます、うん、それぐらい割り切った形でないと、まあ、本来の目的が何であるかっていうのは、まあ、団体の目的と言ってる通り北海道元気しようっていうことですから、うん、その一つの手法として残儀を、もしくはその誰もが着眼せずに手つかずの状態でしたから、確かに、はい、これはまだまだ伸びしろあると思ってます。だから残儀をまだ知らない方っていっぱいいらっしゃるんですよ、実は、うん、まだまだ、はい、動画に出れば出るほど残儀って何ですかって、私会う人会う人に全部ご説明させられるんですけども、うん、実際私もそうでした。ですよね、お話、はい、でもそれって逆に、あ、知らない人が多いってことはまだまだ伸びしろあると思ってますので、うん、それはまだまだそのマーケットを広げる、ビジネススタンスが広がる、まだまだ価値を高めれるという形だと思ってます。だそこら辺は残儀というのは面白いですし、なんですかね、大衆食だからとっつきやすいんですかね、あんまりその仰々しくないというか、うん、嫌いな人聞いたことないですよ ね。そうです、うん、私も10年活動してて残儀から嫌いな人は唯一一人だけです、うん、あ、一人だけいました、いました、いました、敵がいましたね、いらっしゃいました、なるほど、鶏肉苦手な方いらっしゃいますか、ね、まあいますからね、はい、でも本当唐揚げ残儀を嫌いだっていうのはなかなかやっぱいらっしゃる、ほぼいらっしゃらないですね、うん、まあ、子供たちなんかはね、大体残儀行ったら喜んで食べてますからね、うん、そうですね、例えばイベントをやったりとか、月1回でオフ会をするんですけども、オフ会やってるんですか、やってますか、それもちょっと気になりますね、まあ、後で後で、はい、まあ、で何を言いたいかというと、私も残儀をやるまではメインターゲットってやっぱり30代40代、まあ、20代も含めての男性だと思ってたんですよ、はい、でも実際やってみるとイベントをやると大体男女比半々ですし、まあ、当然お子さんも買いますけども、ご高齢の方も結構、ね、求めて買うんですよ。いやー、そうですよ、買います、そうですよ、全く勘違いしてました、ご高齢の食べないと思ってたんですよ、まあ、それ脂っこいとかっていうイメージとか、全然食べられますし、柔らかいですしね、そうですね、うん、ですから好んで買う方多いですし、で先ほど言ったオフ会月1回ザギの美味しい店回ってるんですけども、単純にそれどうやったら入れるんですか、あ、もうそれはもうフェイスブックでいつもイベント立ち上げてますので、あ、そうなんですか、もう自由です、誰でも来ていただいて結構です、はい、でそこでオフ会も大体30名ほど集めるんですが、そんな来るんですか、そうです、で大体半々です、単純に大体半々です、へ、ちょっと少なくて女性が4割とかですけども、もうそれもやはりやってみて分かりましたね、ですから商売的にもマーケットが広いと、ローイングランド誰でも好まれるということは、すなわちまだまだ伸びしろがあるということですから、うん、材料としていいんじゃないかと思ってますね。いや、以前なんか100歳の方ばっかり出る番組でですね、はい、金さん銀さんって言ったじゃないですか、はいはい、金さん銀さんの子供さんって4姉妹なんですよね、うん、で一番上のお姉さんがもう当時100歳ぐらいだったんですけど、うん、90何歳、唐揚げ大好きだって言うんですよ、そうですか、ですごい唐揚げ買ってたんですよ、いやでも食べられますよね、だから年配の方もやっぱりそういうの食べる方結構いらっしゃるんだなと思って、そうですね、本当それはなんか大衆食っていうのは本当その通りかと思うんです、選ばず、別に年齢選ばず男女も選ばずで皆さん本当に食べられるっていうのは事実ありますね、それはもう私の経験則の中でもしっかり分かりましたので、これは間違いないですね、食べますね、いやあれ家族の方っていらっしゃるんですか、私はまだ独身なんで、独身なんですね、独身ですね、いやなんか残儀連盟の事務局長ってね、はい、なかなか会えないじゃないですか、いやそんなことないですよ、そうなんですか、そんなことないです、もう全然連絡いただければありますし、はい、いろんな話いただければ私としても非常に喜んでお話いた聞きますので、いや逆に一緒にやっていただくそういう組織団体個人の方が増えれば増えるほど、うん、我々の活動がどんどん推進されて広がりますので、そういう形は取りたいですよね、はい、でもなんかお肉を食べるいいきっかけになるかもしれないですしね、例えば、ね、年齢によってはお肉少し食べた方がいいとかって言うじゃないですか、うん、ですよね、はい、まして鶏肉なんでね、はい、あと前に桜姫って鶏肉あるじゃないですか、ありますね、はい、あんなのもね、はい、今結構ねブランドどんどん伸びてるじゃないですか、ありますね、はい、地元のそういう生産者の方とつながって、ね、北海道の残儀っていうのが盛り上がると ね、はい、それは十分やりようがありますし、実はその流れの中で我々の事業としてもご当地残儀プロジェクトっていうのを進めてまして、各市町村でやっぱりこう優れた特産品ってあるじゃないですか、それを
一品以上使ったもので新しいザンギオリジナルザンギを作ろうっていうのをやってます。でもう先行して実は羽幌町の甘エビザンギ、はいはいはい、甘エビザンギ、はい、エビザンギ、エビザンギで最初です。これも面白いあの制作秘話があって、私も最初は甘エビを、まあ、後掛けのソースで使えばいいと思ってたんですよ、うん、まあ、そもそもザンギに入れるのは難しいと思ってたんですよ、うん、でもそれは洋風のシェフのアイディアで、同じ大きさで鶏肉と甘エビをぶつ切りにするんですよ。同じ大きさで1対1で混ぜるんですよね。でそれを要するに洋風かき揚げみたいにして揚げるんですよ、はい、だミンチじゃないので食感は完全にザンギなんですよ、肉なんですよ。でもちゃんと甘エビの頭も入れてますから、します味も香りも食感もありますんで食べてみたい。ぜひあのおすすめします。実はその先月ですね、羽幌の甘エビ祭りで試験販売をしまして、どうだったんですか。完売しました。完売でも評判良かったです。地元の方にも、あ、こういうやり方ありなんだねって言われました。あ、なるほどと。私もやっておきながら、まあ、見よう見まねでなんとなくどうだろうと思いながらも、実際私も現場入ってあの揚げ作業を手伝ったんですけども、あの非常にあの好感触でしたね。ですからこれからもさらにその商品をブラッシュアップして、ちょっと勝手連的に先に先行してやったんですけども、今後はその観光協会さんだとか地元の方と連携をしてより商品を作る、で作ったものをこの我々のチャンネルで販路、例えばイベント出すとか、いいですね、それから成功マットのそういったデリカの方に提案して商品監修するだとか、そういうちゃんと入り口出口を作ろうと思います。あの洞爺湖町にはあの国王みたいな人いますからね。あ、本当ですか、はい、あのそういう方にも洞爺湖町で仕切ってるようなですね、国王の方とつないでいただければ私も、はい、あの核爆弾みたいなのあの若干一名いますので、そうですか、はい、だから今だから言うと、今出てるのは、石狩市の赤ビーツ、それと函館のイカ、苫小牧のホッキ貝、遠別町の米粉、はい、それと余市のこれはホヤホヤホヤ、はい、というふうにいろいろと今話いただいてます。で今実際今指折ったものは試作に入ってます。ホタテとかはどうですか。ありだと思います、ね、あの先言った甘エビのそのベースでいいと思うんですよ、うん、さっき言ったように甘エビをホタテに変えることで、うん、かき揚げのように作るようなところがいけると思いますね、うん、ですから今回のその羽幌の商品誕生は他 の, その海産物に波及ができるので、なるほどね、いい波及ができたなと思いました。いいご当地だね、はい、できました。それこそそのザンギ甲子園みたいなね、はい、できます、対決みたいなね、ご当地のね、そうですね、ご当地ザンギを集めた何かフェスティバルやってもいいかなと思ってます。絶対面白いですね、はい、ですし、それが揃えば先ほど言ったようにそのシリーズ化したものを例えばセイコマートさんで再現いただく、あ、いいですね、そういう話がもう完全に北海道を全体的に市町村をこう支援する、うん、応援するっていう一つの大きな足音だと思います。いや面白いですね。いやこれね、後ろである、はい、あの残儀の絵じゃないですか、はい、これって何ですか。これこれはですね、先ほどあの言った来月のイベントの、ハグマートさんに、ね、出展されて、来月のイベントってあの、はい、8月の10日11日に、サントリーのジムビームが協賛で、ジムビームサマーフェスタっていうのがイベントありまして、でそれ全国巡回してるんですよ、はい、で札幌の大会に開催においては地元のソウルフードザンギをということでお話しいただきまして、今回私の方で全部企画コーディネートした中で、5店舗ザンギストリートっていう形で、なるほど、はい、なるほど、されまして、それ行かなかなんないですね、はい、それ行かなかなんないですねなかなか面白いザンギ、また5店舗とも全く表情の違うザンギが出ますので、あ、そ この後ろのやつが、そうです、そのハグの、はい、ハグは実はあのハグイートといってあのイートインのコーナーがありまして十何店舗あるんですが、はい、その中でザンギを5店舗ほどザンギの提供されてますので、今回その4店舗が結集したあの連合チームとして、だ1食だから要するに4店舗分のザンギが盛り付けられます。全部種類が違うんですか。違います、全く違います、食べれます、これ出ますので、はい、なるほど、他にもあるんですか。ありますね。それが今、分かりやすいので、これもハグの同じ。あ、全然違いますね。はい、違います。もう見た目も全く変わります。いや、うまそうですね。はい、これがあの米粉です。米粉使います。はい、米粉です。これこの衣に米粉が使われるんですか。そうです。米粉つけることによって何か変わるのか。油の吸収が、ね、少なくなるんですよ。ですから非常にカラッとした。そうです。で、食感がよくあるザンギの硬さじゃなくて、やっぱり柔らかくなりますので、ね、
あの米粉は今後あの残儀としてはありだ。いいかもしれないですね。はい、だってほらアレルギーになる人とかもいるじゃないですか。そうです。あのグルテンフリーもありますので、ね、はい。ですからあの今あるところでは米の農家さんが自社でちゃんと製粉をしてそれに残儀化してるっていうところもありますね。あるんですか。はい、あります。米粉の残儀ね。はい。ですから面白いですね。残儀っていうのは結構今後ですね。例えば先ほど言った海外のグルテンフリーだとか、うん、そのアレルギーの問題を含めて、うん、お子様だとか海外のそういった方にも十分リーチできる商材だと思います。なるほど。はい、あと他にあるんですよね。はい。あっけしです。牡蠣で有名なあっけしのお店なんですが、牡蠣のエキスを使った漬け込み、はい、牡蠣エキス。先ほどの牡蠣の味するんですか？あの若干します。で、ホッキも先ほど言ったホッキもやっぱりホッキ醤油だとかありますので、はい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 、その漬け込みダレに、要するに海鮮のエキスを、入れてという形 の、 あのやり方はありだと思いますね。はい。あの一部やはり、道外でも唐揚げ店舗では、海鮮のエキスを、漬け込んだ唐揚げと出てますので、なるほど、本物としてはありだと思います。なるほど、はい、これも同じ、ね、ちょっと甘だれかかったんですかね。完全甘だれです。もうこれはあの中華料理のお店なんですが、もう一目ある中華料理前とした形ですけれども、非常にこれが美味しい後がけの甘だれで、中華料理って残儀ないですよね。ないです。やっぱりそれはないですね。でも中華料理一部では残儀出されているところありますけど、あ、そうなんですか。はい、あります。でもやはり当然なんですけども、一つ違うのは、まあ、中華料理の料理人の方に聞くと、普通はまあフライヤーで、まあ、大量で揚げるんですけども、はい、本来は、中華鍋で揚げるものになっているんですよ。あ、はい、それまたうまそうですね。ちょっと完全に余談なんですけども、あの布袋さんご存知ですか？あの中国料理 の、 あの有名な残儀の有名な布袋さんというお店があるんですが、はい、そこは、今2代目になっているんですけども、うん、完全中華料理のお店なんですよ。で、基本的に今あそこは三度揚げしてるんですよ。フライヤー3つ並べて三度揚げしてるんですよ。いきなり高温で揚げて徐々にこう低温にしてしっかり芯まで熱を入れるんですが、それの発想って私はもうシステマチックに大量な残儀を作るための形で編み出したなと思ったんですけど、実は逆で、さっき言った中華鍋で、中華鍋っていう揚げ方ってやっぱり料理人がこう揚げたり下げたりするので温度調整するってことで、それを要するにシステマチックしたのが今サンド揚げだって言うんですよ。ですから非常にあそこの残儀はまあ全国区にもなってますけども、美味しいですよね。固定さんっていうんですか。固定です。あの電車通りにあります。南一条の西九条。食べてみたいですね。ぜひ食べてみてください。まあ、かなり拳台なのででかいんですね。でかいですね。大きいです。はい、一般男性の方でも本当5個食べたらちょっとって感じですけども、定食ですと7個ほどついたりもします。1人前、はい、でちゃんと持ち帰りもできます。なるほど。ちょっと全部食えないかもしれないですね。そうそう、はい、もうこれであれですか、この唐揚げシリーズは。あと、もっと名前変わりますね。あの変わり種がちょっと指定する店舗で、これはあの変わり種です。紅生姜残儀です。これはあの、出されてる居酒屋の料理板長が和食出身で、要するに天ぷらの発想です。天ぷらであの生姜ってあるじゃないですか。はい、ありますね。で、何かオリジナル性を出してほしいと私に依頼をしたところ、紅生姜をこう、これも単純なんですよ。最後の最終工程で混ぜるときに刻んだ紅生姜をただ混ぜ合わせるだけなんですよ。誰でもできるんですか、簡単に。私も作りました。でもこれは濃い口の醤油味と、あの紅生姜のちょうどいいしょっぱさと、でこれすごく味合うんですよね。皆さん言うんですよ、そんなに美味しいですか。全く想像つかないですね。これすっごく美味しいです。で、これは北海道残儀連盟の、公認の残儀になってます。今の連盟出されてます。はい、公認なんですか。公認残儀あります。公認残儀何店舗か。何種類ぐらいなんですか、公認。今、6店舗です。6種類あります。はい、あります。その中です。これは非常に変わり種で、で、今最近実は紅生姜残儀とかも出てきてるんで、でもこれだけ鮮やかな赤が出てるのはここだけです。なるほど。はい、それはやっぱりちゃんとした多分やり方があるんですね。ノウハウがあると思います。なるほど。はい、これおすすめです。あとはなんかもう一つ、もう一つあります？もう一つ、あ、もう二つです。これは洋食屋が出す、これはローズマリーです。ローズマリー。はい、香りで、これローズマリーも最初は揚げると、あのどっちかというと香りもなくなって苦くなんじゃないかって言ったんですけど、これ上手に調理してますんで。あの美味しいです。香りも立ちますし、なかなか見た目も洋風な感じになりますから。いやなんか洋風残儀ですね。はい、洋風残儀。一杯やりながら食べたい感じですね。これはあの本当にあのワインとって感じですね。あ、いいじゃないですか。この開発したオーナーはフレンチ出身のオーナーで、うん、はい、
これも札幌ですか？札幌です。これは藤原さんです。あ、これ藤原さんなんですね。はい、公認ですか？公認です。あ、これも公認なんですね。これはあの私の近年の中でもピカイチですね。こんな段に出てくると思わなかったです。ローズマリーって最初に言われて、それできないんじゃないですって言ったんですけども、できちゃったのがザンギの面白いところですね。面白いね。面白いですね。まだありました？次最後です、ね。次最後。はい、次最後です。これが手羽先です。あの、ね、北海道のザンギでは手羽先を使うことも珍しいんですが、よくある九州だとか福岡、名古屋とかの手羽先はありますけども、あれはっていうのはどっちかというと肉下味をつけないで、どっちかそのタレをつけて焼く感じ、揚げる感じが強いんですけども、これはザンギと同じようにしっかり、味がついて下味つけ込んでます。でフルーツ系を使ってるんだけど、ちょっと甘い感じがあるんですよ。これでもこれもザンギって呼んでいいんですか？ザンギです。これはもう全然あの作り方がそういう形ですし、もう変なさっき言ったように言っちゃったところが勝ちなので、はい、だからザンギなんですね。手羽先ザンギで、手羽先ザンギ、これも北海道ザンギ連盟の公認ザンギ。あ、これも公認なんですね。なるほど。いやこれはなかなか他にないので、意外に手羽先やられる方、さっきほど話した通り骨付きを出すのはあんまり北海道のザンギ出さないんですよね。確かに。はい、ですから本当唐揚げ好きの方は骨の周りの肉が美味しいので骨付き出す方がいいと言うんですが、なかなかそういう綺麗があるのか、手羽先もあんまり使われる方少ないんですよね。でもここは珍しく使われて、まあ、逆にチャレンジいただいたので、であれば少しこう踏み込んで面白い味作った方がいいんじゃないですかというので誕生したのがこのザンギですね。これ先ほど の、 あのザンギストリートで全部食べれるんですか？いや一部ですね。この今の手羽先のザンギは指定されないですね。指定されないですね、はい、されないです。あ、それでその、ね、さっきの藤原さんのところは、はい、実は我々の方で提案をして、実は藤原さんのところで漬け込みだれにウイスキーを入れてたんですよ。それ聞いてたんですよね。だから、今回サントリーに提案をして、まあ、実は出来合うジムビームザンギって出ます。ジムマジですか？ジムビーム、あの、俺は車で行かないですね。それ一応です。いっぱいやりながら。そうですね。ジムビームのハイボール飲みながら。そうです。でハイボールで、それは漬け込みにジムビームのウイスキーを入れて、で最後に、ジムビームの、アルコールを飛ばしたものと、燻製油を混ぜて、最後こうちょっとプッシュして香り付けをするんですけど、これは本当に美味しくてですね。提案して、本来はジムビームって商標の問題もあるのかダメだって言われてたんですけど、最終的に OK が出て、10日11日限定でジムビームザンギ出ます。場所はどの辺でやるんですか？大通りの2丁目ですね。2丁目ですか？はい、2丁目にあそこは毎年の北海ボームで櫓が立ちます。はい、その櫓の、北側の方に5店舗が軒を連れて出しますので、はい、私の知り合いのね、アジタロさんも出るですし、はい、アジタロさんはそうですよね、もう美味しいですし、もう本当に5店舗全く味が違いますので、それを全部食べれるんですもんね。食べれます、はい、食べれます。それは美味しい食べ比べができるんだと思います。なるほど、はい、私は車を置いて必ず、そうですね、はい、ぜひあのお邪魔して、はい、ぜひよろしくお願いします。で、あの最後にね、金井さんの、はい、やっぱりそのこれからのビジョンというか、はい、ザンギに対する夢とかですね、はい、なんかあれば最後に聞かせていただきたいんですけども、はい、やはり先ほどの話と同じように、ザンギはまだまだ伸びしろがあると思ってます。サレドザンギ、タカガザンギ、サレドザンギと言われる形があると思うんですが、まだまだ価値を高めれる可能性を秘めたものだと思ってますので、今年一般社団法人という法人格を取得いたしました。もっと、我々としては大胆に大人びた活動を進めまして、評価が高まるという形を取りたいと思ってます。まあ、その中の分かりやすい具体的な手法としては、先ほど言った北海道遺産登録という形もありますし、まあ、細かいところで言えば来月のイベントがあったりという形で、やっぱザンギの露出を高める、細かいところですが唐揚げと言われているメニューも全部ザンギに変えてしまうという形で、本当に真の北海道のソウルフードと言われるものにしたいなというのが最終目標ですね。なるほど、はい、私ちょっとあの今話聞いてひらめいたんですけど、はい、YouTuber になったらいいんじゃないですか？ YouTuber ですか？ザンギの北海道のザンギの店を食べ歩くみたいな。いやでもいいですけどね。でもあんまり正直個人的にはあんまり出たくないんですよ。正直もう完全黒子に徹したいんですよ、いやでもなんかね、こういるじゃないですか、ラーメン、はい、ラーメンのあ、いますね、なんか食べとか、ね、食べ歩く人いるじゃないですか、はい、それやったらいいんじゃないですか。なんかおいしそうにね、今日はローズマリー、今日は生姜、そうそう、キャラクター的になんかね、そういう雰囲気あるじゃないですか。いや、ありますかね。
なんかすごいいいと思いますね。でも確かに動画は分かりやすいですよね。そう、今回もお話しいただいて、近くに訴えるってすごく大事ですよね。はい、あの今回もお話しいただいて、うん、あのお邪魔したのはやはりやっぱり動画映像でこうリーチが強くなるっていうのはもう本当に実証済みなので、ですからそういうものは一つ考えています。やっぱりちゃんとしたその各店舗の紹介をアーカイブ化して、ウェブ上で見せようなんて話もありますから、あれ絶対キャラクターがいいと思いますよ。私、うん、キャラクターザンギ君っていうのを作ったらいいですよね。実はもうあのナイスザンギ君っていうゆるキャラがいます。ナイスザンギ、でも、はい、カナエさんは絶対ザンギキャラクターになる。ゆるゆるキャラで、うん、カナエが歩くザギ名店ツアーみたいな。そうですね、あの非常に貴重なご意見なので、あの、うん、それは本当にやりたいと思いますね。あの映像での発信をしたいと思います、うん、なので、まあ、その手法として私が出るかどうかはまた別としても、うん、まあ、そういう、まあ、ご両人からお話をいただいたのは前向きに検討したいと思います、ね。いや、はい、それだったらなんかね、はい、どこに店あるのかなとか、はい、なんかね、食べに行きたいなとかって思うじゃないですか。そうですね、だからやっぱり私がまあ言葉でお伝えしても、まあ、分かりやすく動画見るだとか、うん、写真見る方が絶対その訴求が強いので。ですよね、はい、もうぜひぜひ、はい、分かりました。ご検討いただいて、はい、検討させていただきます。いや、もう本当にあのまずはザンギストリート、はい、それから、これからますますのですね、はい、ザンギ冷麺さんのご活躍をソウルフードとしてですね、発信して世界に発信していきたいと思います。はい、ありがとうございます。本当今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、今日の特集でした。お知らせです。あの北海道新聞に対する抗議行動をあの国民保守党そして国盛衆として行っていきたいというふうに思っております。こちらはあの7月27日の土曜日、北海道新聞、まあ、北海道新聞前と言いたいところなんですけど、北海道新聞とそしてあの市役所の 間に挟まってある通りの中で行いたいと思います。14時から16時まで北海道新聞に対する抗議活動を行っておりますので、どうかあの応援いただく方、あのぜひ一緒に抗議活動を行ってまいりましょう。今日どうですか、デビュー戦。デビュー戦、うん、何なんだろうね、うん、あの自分のあのプロフィールというか、それをいきなり振られるのはちょっと困っちゃうよね。どうして？いやだってなんかアピールすることがたくさんありすぎて、どれにしようかなってすごい悩んで。あ、そういうこと？うん、そっち。うん、だから、一番 PR したいポイント、今からでもいいですよ。たくさんありすぎて困っちゃうけど、ちょっとなんかない、私のいいところアピールしていただいて、逆に。男？あ、またそこ？うん、男子。いや、それね、本当にね、いつもこうやってあのアピールされるんですよ、うん、いろんな人に、うん、私のことを あの男です、こう見えて男ですって言って、うん、たまに信じちゃう人がいて、うん、いや、いると思う。そうなんだっていう顔されるのが一番困っちゃいますよね。あ、なるほどね、うん、気をつけてください。あ、わかりました、はい、でもね、ほら息子ちゃんも野球やってるしね、うん、うん、あのなんかほらアピールすること、これからもね、あ、アピールするところですね。仕事もね、いや仕事も本当にこれからあの北海道を元気にしていきたいなって思いますしね、私もね。あ、それこそあれですよ、あの洞爺湖ロケって去年あったんですけどね、うん、慢性核に泊まったんですけどね、洞爺湖の。いましたからね、食事しに行ったらいたんですよ。ハローとかって言っているんですよね、お母さんと。うん、いや、ね、本当だね、うん、うん、まさかのね。いや、びっくりしたね。びっくりしたね。そう、あの日思い出した、思い出した。あの日は、うん、まあ、ここと、ね、この家族と会って、うん、それで、万事横田さんはですね、朝ごはん、俺はね早く行って、うん、着替えて用意しなきゃならないと思って行ったら、うん、俺が食べ終わって帰る頃に彼女はやってきて、うん、さっき言ったね、あ、万事さん、はい、うん、それで、あ、大泉さん、これでチーズ工房の取材お願いしますって言って、うん、あ、なんか回しましたよね、回したでしょ、うん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 、その間彼女は悠々とご飯食べてましたからね、うんうん、私取って取ってってね、あ、言ってた言ってたね言ってた言ってた、うん、取らなかったけどね、うんうん、いや一生懸命なんか取って取ってってね、うんうん、お母さん取りたかったけどね、うんうん、まあ、あなたは別にいいかな。そうでしたか、まあ、そんな感じでですね、まあ、はい、またねたまに出てくるかもしれないので、出てくるかも、来ないかもね、うんうん、まあ、なかなか楽しい、ね、まだまだちょっとこれから、本気を出すとですね、はい、ちょっとね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、これからに期待ということですね、はい、はい、ここでですね、ちょっと最後に、PR を一つですね、私の
まあ、仲間内にですね、札幌コンセルビトワールというですね、音楽院があるんですけども、この宮沢院長からですね、ぜひちょっと紹介したい、していただきたいということで、岸本龍之介さんっていうですね、今17歳ですね、このピアノリサイタルっていうのがありますので、ちょっとあのご案内させていただきます。8月の8日木曜日18時30分開演で、会場はザ・ルーテルホールっていうところですね。全席自由でですね、会費は1000円ということですね。これルーテルホールというのは、大通り西6丁目3の1中通りというんでしょうかね、地下鉄大通りの、一番出口より徒歩1分ということでですね、この彼はですね、どうも天才君らしいんですよ。この宮沢院長の話だとですね、ですね、これ2016年に第70回全日本学生音楽コンクール中学生の部でですね、全国1位取ってるんですね。これすごくないですか、全国1位取ってるって。全国1位の子が札幌にいるんですか。いるんです。で、ね、あのその、この政策のですね、瀬方さんの話だとですね、北海道は結構やっぱりそういう音楽のレベルが高いそうです。で、これですね、日本一にもなってる方でですね、これから期待の逸材なんですって。この岸本龍之介君という方ですね。名前もいいですね。いいね、顔も上品だし、ね、で、ですね、これ難関のピアノコンコースっていうんでしょうか、これでも日本一を受賞するなど、北海道と日本の時代を担う逸材ということでですね、ぜひ応援したい、いただきたいということで、ご連絡ありましたので、ぜひですね、岸本君のピアノ弾いてるところね、これも直接あの音楽院で取材も、ぜひ OK ですよってことでしたので、お邪魔して、でこのね、宮沢院長もですね、結構有名なピアニストを輩出してたりですね、海外によく行かれてたりですね、あの非常にこう活躍されてる方なんですけども、ここ出身の岸本龍之介さん、まだ17歳ですね。いやすごいですね、17歳で日本一を、日本一何回も、ね、受賞してるっていうのはね、これからも楽しみですね、はい、これが8月8日にあるということですね。本当に北海道が誇る、こういうピアノ、まあ、人材とか、いろんな芸術的なこともですね、たくさんあるのかなと思うのでね、機会があれば、こちらでまた、ご紹介していきたいなと思います、はい、言い残すことないですか。またね。またね。軽いな。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあいろいろと締めたいと思います、はいはい、以上こちらチャンネル桜北海道でした。明日もどうぞご覧ください。ありがとうございました。